私に慰めてほしいって。そんなんじゃ別にいいよ。武田君の代わりになってあげる。そうやって被害者みたいな顔して全部私のせいにしてたらいいんだもんね。楽そうで羨ましい。ずっと蛍が彼氏を取っかえ引っかえするのを眉を潜めて見てた。友達が彼氏に浮気されたとか二股かけられたって話を聞くと許せないって思ってた。いい加減な恋愛をする人を軽蔑してた。武田君より気持ちよくしてあげるからいい？私は最低だ。自分は絶対そんなことしないと思ってたのに。いいとこ取れた。